はい、じゃあ始めます。はい、インターネットをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さんも、こんばんは。こんばんは。2月も後半になってしまう。後半というかもう終わりですね。カウントダウンですね。今週で終わりに、あ、来週月曜日になるか。29日までですね。どうは25日、24日25ですね。25になった。早いね。あっという間に、本来ヌルヌル通信はですね、はい、始まるぞっていう告知の番組だったんですが、終わったこと報告する番組になってしまう。ヌルヌル具合が増してますね。粘着度が増してますね。ヌルヌルしてればヌルヌル通信なんで、まあいいんですけど、そうですね。まあ、ちょっと今月を振り返っていくとですね、はい、2月の頭にですね、はい、戦争経験者のおじいちゃんに会いました。おお。でインタビューを取って、はい、でその後携帯が壊れて、はい、iPhone で撮ってるからさ、はいはいはい、だからこれもようやく直ったやつで、あ、撮影して。これ今は iPhone いくつ？これ5。5ですか。6はまだ壊れてる。4だってしてない。4がひびが入ってる程度なんで、でもバリンバリンになった5がなんか復活しましてね、直してくれる人がいるんですよ。あ、そうなんですか。はい、携帯の修理よかったら紹介しますから、もしね、興味がある人。どういう修理なんですか？その、いや、iPhone もうなんか、割れた画面とかセンターボタンとかみんな直してもらったよ。そうなんですか。格安です。1万ちょっとね、直っちゃった。そうなんですね。ショップに持ち込んで結構いいね。ないや、もう再起不能って言われるんだね、きっとね。買い替えとか。買い替えろと。でこういうことをやってると壊れるね、こういう先生の。はい、まあ、まだだってね、4日の話で、ね、2月振り返らなきゃいけない。もうちょっと涼しみます、ね。涼、はい、しみます。で、はい、まあ、おじいちゃんの紹介をしますとね、はい。おじいちゃんのスペックはですね、なんとですね、一宮空襲があった、爆心地に住んでました。はあ、そうなんですか。大江川と、大垣線が交差しているところに三角公園あるじゃん。はい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 。あそこが昔公園ではなくて、まあポツンポツンと民家があって、でそこに防空壕があって、そこで人がいっぱい死んだんだよね。で慰霊碑が建ってるんだよ。でその公園に住んでた。だから不老者じゃないよ。あ、ですよね。不老者じゃない。どうしようか。サクサクっといかないと、もう時間がなく巻きで。ヌルヌル通信だね。で脱線するとまたね、多少サーサーでいかないともう終わりそうなんでね、今月もね。はい、で、はい、そのインタビューを撮って、いや、もうすごい話がいっぱい出ました。まあ、この後編集して上がってくるんで、はい、そのシリーズもぜひ皆さん聞いてください。はい、でその後何やったかっていうと、例の問題の2月14日にアイドルライブをやって、で環境保護ですって言ってて、でもなんか最初は台湾 その震災の現金を集めたりとか、そういう活動もしてて、なかなかいい話だったんだけど、一晩経ったら盗撮があったっていう話になって、まあ大変でしたね。そうです。まあでも一応それはざっくりは解決したんですよ。さすが、まあ犯人にね、自首させてね、で警察がちゃんとその画像をちゃんと責任持って処理しましたっつって、はいはいはい、で、まあ、犯人も警察にね、まあ、身元を押さえられちゃってるから、まあ、再犯はないでしょうということだったんですけど、実はですね、その後ね、またね、うちのプロレスのメンバーでね、アイドル好きな人がいて、その人情報だと、その盗撮してた人はあちこちの会場で出禁になった人らしい。あ、そうなんだ。後から聞いた。あ、そうなんだ。伝統のというか、はいはい、あいつだって思ったらしい。見たと。そうなんですか。その人はまたでも結構情報が広いですね。ちなみに骨ではないです、ね。わかりますね。骨はまた別ルートなんで。そうですね。系統は違いますからね。で、そこに何やったかな。プロレスが中心になっちゃったんだよね。天気には勝てないですからね。まあ10何回やって1
回ぐらいはね。あ、そうですよ。今までだと逆に言うと中止なかったんですか。ないよ。それがすごいですね、うん、びっくりですよ。でまあしょうがないですなんかあの時春の嵐みたいなすごい暴風だった。そう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 、ね、うん、俺寝てたからさ、やんなくてよかったかなって寝ながら思ってたね。いやいや、まあやってたらやれなかったね、すみません。普通に雨でしたからね。あとは、振り返ってみると、なんかそこが大きかったね。なんかプロレス中止になっちゃったけど、まあ、そこに向けての準備もあったり、告知をしたりとかして、あと新一宮プロレスオリジナル T シャツが、ユニクロで今月発売されまして、はいはいはい、ユニクロのアプリで簡単に作れるやつが。デザインは一緒なんですか。デザインね、ちょっと崩れてる。あ、そうなんですか。うん、なんかそういうアプリがあるんだ。ロゴをね、なんかね、いじるとね、勝手に崩れるから、うん、好きな崩れ具合でストップして、で、それを T シャツにしちゃった。あ、うん、だからちょっとね、変わってますね。なんか全く購入できるのとは違うやつ、うん、で、なんか連絡もらった人なんかだと、うん、Facebook で一宮出身で、で、今関東にいる人がいて、なんかご当地ものだし、自分が生まれ育った町なんで買いましたなんてしてね。あ、嬉しいですね。1枚一応300円入ってきますね、我々には。あ、まあまあいい値段ですよ。4000円近いですよ。あ、そうそう、4300円か。ユニクロさんちょっと儲かってますね。やりすぎですね。若干ね。いや、でもね、俺らもね、在庫抱えなくてもいいっていうのは、いや、まあリスクはなくなりますよね。まああげときゃ勝手に誰か買ってきてくれるだろうぐらいの感じ で、ね、かなりざっくりとして。で、去年実は話があったんですけど、はい、T シャツ実は、はい、メンズサワさんとちょっとお話をしてたことがあって。メンズサワって気さくな男の店ですか。そうです、あの気さくな伝説の、いやいや、まだあの大きいサイズのお店としてですね、はいはいはい、有名ですよ、あそこは。いや、いや、僕もでもあるんですよ、要はあそこに入ろうぜ、なんか罰ゲームみたいなやってほしいけどね、中学校時代とか ね、 あんな本にするから今はね、はい、世界中のデブが大注目、ファッションリーダーにしますね。ああ、そうなんですか。3L、4L なんて当たり前でありますからね。え、そ、6L、7L もあるんですか。8L、9L とか。8L、9L、うん、じゃあ僕だったら3人ぐらい入っちゃう。いや、お前なんか入る資格もないわって言って、あ、もうつまはじきされる感じですか。ライガーとフーガーにやられるみたいな。そうですね。で、あと昨日はスーパーの駐車場で、はい、変態を捕まえました。お、お手柄ですね。お手柄ですけど、あまり捕まえたくないですね、今はね。警察に突き出したの。いや、店長に明かした。あ、じゃあそこで話は終わる、うん、まあね、なんか触るなよ俺を。お願いですから助けてください、見逃してくださいとか言ってね。言ってくるんですか。いや、言ったらどうしようとか、そんで手とかに切られたら、お前それはバーンとか、なんかもうギリギリの攻防ですねこれ。放送できること放送できないこと、ギリギリの攻防でしたねこれ。こっちが逃げたくないよね。本当にそんなやつは。まあ、いろいろ事件は起きますね。春ですからね。まあね、春に近づいてますよ、ね。そう、今月のスタートはなんか良くなかったのは、もうおちょぼ稲荷に行けなかったことから始まってませんか。そうですね。はい、そうだね。そう、なんか気がついたら出発をしてしまったという。まあ、仕事だろうなと思っちゃいましたね。まあ、そんな2月ですね。2月は逃げると言いますから。そうですね。あとは何かあったかな。あとね、助成金がもらえた。ほう、読売新聞さん、そんなルートもあったんですか。いや、助成金申請はね、うん、兄貴がいつもね、うん、支援センターで検索して探してるからさ、はい、そうすると随時上がってるんだ。あ、そうなんですか。で、なんか兄貴
せっかく頑張って探してるからなんかこれいけるかなと思って、そのがんの患者さんを支援するっていう名目の助成金だったんで、ピンクリボンとプロレスのコラボで、それで申請しちゃって、まあ、あとはあれかな、まあ、前回も話したけど、あの一宮市の食堂の申請をしてみようとか、いろいろやりましたね。したら、でもしたら通っちゃいそうで、危なくないですか？いや、通らないよ。通らないですか？通らないもん。通らないよ。通っちゃったんだよ。えらい、こっちゃよ、ね。通るわけ。だってピザとミネストローネしかないんだよ。メニューが。で、ワンコインだとか言って。で、週末は合コンをやるというね。お、なんかだいぶ時間が、バッテリーもなくなってきましたね。まあ、まとめますか。まとまるんすか。まとまらないのがいいんですね。3月はでもなんかないない。3月はまあいろいろあるんですけど、まあ、それは3月の移し。そうするとまた自己報告ですよ。3月は来週ぐらい、まあ、延期になったプロレスが3月後半にあるかなっていうと、3月はピザ団を2回やります。で、春さんの施設3月29日常にピザ団をやるのと、玉野っていうね、稲沢とあの旧美祭市の境目ぐらいのところ、寺子屋っていう NPO がやってるところなんだけど、そこの支援に行きます、あとはさらにやりたいのが3月28日の月曜日なんだけど、まあ、来るなんだったら、あの障害者と、もう健常者も親子でみんなでヨガをやろうっていう企画です。これはあの助成金がいろいろ他からも入ってきたんで、あのそっちに回してちょっと講師を呼んでやってみたいなと、親子でヨガ、ヨガファイヤー聞いたときになるんですか。なりますよ、ほら。でも俺手とか伸ばせるようになりたい。ヨガってそれしかないもんね。ヨガ、ヨガ。これもう画像嫌だ。僕はね、舞台にはヨガ、ヨガ、ヨガ。もうね、発想が貧弱だよ。ヨガと言ったら、ね、もうヨガだって男子さすがに痛いですね。そうですね、僕らならではそうですよね。ね、あれインド代表みたいな人ですよね。そうですね、確かに、ね、あと3月の頭に愛知オリコロ基金っていうところをプレゼンに行って、はい、ピザ団でプレゼンに行って、はい、まあそれが通っちゃうとなんと2年間で100万円っていうね、助成金がもらえるから、もうピザ作りたい放題ですよ。っていうかめっちゃ大変だけどね、50万円分作るんだよ。そうですね、年間でボランティア言うてもね、子供なんで原価してみたら、うん、でもね、まあそれで窯の修理代とかも出るし、 あと高速乗って、例えば愛知県でもさ、新城とかさ、豊橋とかさ、あっちの方まだ全然行ってないから、あそこまで行くとしたら遠征費がかかるからさ。そうですね、高速代だって高なんでしょ、あんな引っ張ってると。あ、そうだよ、中型になるから ね、まあそういうのでね、まあ、モリコロ基金チャレンジしてみて、まあ、ダメ元で、いや、そう、あ、忘れとった、サップ協会も登録できたと。あ、そうなんですか。体育協会で、なんか登録しようとか言ってやってて、はい、で俺は兄貴と一緒に障害者スポーツ連盟を加盟させろ、はい、どうなんだこの野郎とか言ってたんだけど、はい、もう門前払い福祉課でやってくださいとか言われて、で、俺が大暴れしてる間、分断作戦って知ってる？プロレスでいう分断作戦、タッグマッチあるでしょ、はい、で、1人をこうね、徹底的にやっつけといて、はい、で、そいつをリングの上で捕まえとくんだ、はい、で、タッグパートナーが出てきたら、それは1人がリングの下でこう、そいつをガッと押さえ込んでる間にスリーホールを取るっていうね、それが分断作戦なんですね。分断作戦というか悪辣な作戦です、まあ、まさにその分断作戦ですよ。元志さんと俺が二手に分かれて、俺が派手にパフォーマンスしてる間、あ、さらっと、さらっと元志さんが裏からさらっと、はい、切れてしまいました。もうまとめますよ。そうですね。まとまるんですか。これ全部全部喋った気がしますけどね。2月意外とあったね。思い出してないんだけど、その分断作戦の話もう一回しなきゃいけない。あ、入ってないのか。いや、入ってると思う。大丈夫だった。はい、
まあ、分断作戦で、はい、まあ、無事サップ協会も通ったと、はい、まあ、4月から、うん、登録なんで、まあ、ちょっといろいろ大会とかもね、はい、やる場合一宮市さんのね、うん、あの公認での大会になるんで、はいはいはい、あの伝説のサップ大会が、うん、去年の夏あったという、うん、まあそんな感じです、まあ、3月も、はい、まとめるとしたら3月も頑張りましょうっていう感じで、いやでも3月4月これからイベント増えていくんじゃないですか。ああ増えるね、それは。もうだって軽トラ市を復活させるからさ、あ、まあいろいろね計画があって、はいはい、また長なるよこの話すると、うん、そうですね、兄貴が怒るぐらいですか。まあね、まあ、強いて言うとしたら、はい、マルシェとプロレスを合体させて、うん、もしかしたら毎月できんじゃねえっつって、でせいちゃんことね前田八百屋のね、はい、おっちゃんに頼んで、うん、商店街バックアップのことを一宮市からも助成金もらって、うん、毎月あそこでプロレスやってやろうじゃねえかこの野郎っていうね。ああいいじゃないですかね。わかりやすいよね。わかりやすいですよ。毎月20日はとかさ、うん、なんか決めといてさ、うん、プロレスの出店する側もメリットありますもんね、うん、人が集まるわけだから。で俺今ちょっと経済振興課にちょっと聞いてんだけど、うん、そのアイドルライブをやってる第一の日曜日の日に、うん、そのマルシェとプロレス合体させるのを駅にしてやりつつ、シミックテラスでもそっちでもなんかアイドルライブとマルシェをやって、うん、でマルシェつながりでなんかこううまくなんか連動したら人も入るし行き来するし、そうですね、そうですね、出演者も同じ日に集まるから、うん、なんかこういいじゃん、メリット多いじゃん。ええ、まあ、濃縮されますよね、うん、人が集まりやすいですよね。そう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 、うん、っていうことですね。あと3月の20日かな、うん、にあのブラボーズが、うん、あの年に4回しか試合をしないブラボーズが珍しく練習をします。おお、どうなんですか。キャッチボールですけどね、まあ、キャッチボールをして、あのバッティングセンター行こうって。なるほど、肩温めてね。まあそれぐらいですね、はい、まあ、3月も盛りだくさんで行きますんで、まあ、2月残りの2月もね、はい、このまま事件がなければいいですね。そうですね、うん、まあ、あと2回4日か、うん、まあ、これ以上変態が出てこないことを祈りますね。で、じゃあそこの奥さんも変態にあなたも狙われてますよ。まとまってないじゃないですか。それじゃあ終わります。ぬるぬる通信ですから。じゃあ兄貴、いやまあ4社目いましたね今日ね。ポッドキャストにアップお願いします。じゃあお疲れ様です。